グラフトン公爵内閣は1768年10月から1770年1月まで続いたグラフトン公爵を首相とするグレートブリテン王国の内閣。グラフトン公爵内閣は前任のチャタム伯爵内閣が徐々に解体していく中に成立した。チャタム伯爵内閣は名目上はチャタム伯爵を首相としたが彼が病気で長期間政務を取ることができなかったため グラフトン公爵が内閣を実質的に率いていた。グラフトン公爵は、議会で多数を維持するべく、1767年末に、ベッドフォード派のゴア伯爵、ウェーマス子爵、ヒルズバラ伯爵を入閣させた。グラフトン公爵、チャタム伯爵、そして多くの元閣僚は、米州植民地に融和的な政策を支持したが、ベッドフォード派はより強圧的な政策を支持、内閣は、 グラフトン公爵の意思に関わらず、ベッドフォード派の主張に傾くようになった。やがてベッドフォード派が、優雅的な南部担当国務大臣シェルバーン伯爵の、公哲を求めると、チャタム伯爵はようやく王受賞賞を辞任して内閣から、離脱した。これにより、グラフトン公爵は、実質的のみならず名目上でも首相に就任したが、ベッドフォード派は、 国内でも大きな影響力を誇った。グラフトン公爵内閣はコルシカ危機でイギリスの同盟国であるコルシカ共和国がフランスに併合されることを防げなかったなど外交政策が広く批判された。これによりグラフトン公爵内閣はジュニアスの手紙の攻撃にさらされた。そして1770年1月に首相グラフトン公爵大法官 カムデン男爵補給庁長官グランビー公爵が辞任して内閣が倒れた。公認は財務大臣、ノース卿率いるノース内閣で1782年まで続く長期政権となった。ありがとうございます。